江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら慶国の掲示板からのご紹介でございます。慶国民、日本車のメリットはないですよね。はい、買わなくていいよ。じゃあですね、こちら書き込みの方見ていきたいと思います。個人的に日本車のメリットがないと思う。現時点であえて日本不買運動でなくても自然に撤収すべき。メリットが消えてと見る。国産車の完成度を見てもそうだし、電気自動車に移る時代の日本車のポジションを見てもそうだし、過去のアルティマくらいがちょうど最後の日本車のメリットが感じられてと思う。今はレクサスよりはジェネシスの方がいろいろとよく見えて、中低価格で見ればさらに国産車のメンテナンスメリットが大きい。おお、節穴か。じゃあですね、こちら慶国の反応を見ていきたいと思います。1人目、こちら。日本車は好き、ハイブリッドも好き、でも私は買わない。そのお金なら BM を買う。ハイブリッドは実はもう日本車が好きな理由にはならない。かつてのプリウスが栄光の時代。結局価格競争力と商品性の問題である。ここで日本車の競争力が崩れた。価格が問題。アメリカのように現代と同じくらい言ったらわからないかな。出なくてもクラスの差があるのに。レクサスはコンセプトが明確で、価格もプレミアムブランドにしては合理的なので販売されていますが、我が国が変なんだよ。ベンツ BMW の方が修理費が安い。私も自分の車の修理費がベンツ BM よりもっとかかるから、愛情を持って乗るべきか悩み中。電気自動車の下りは合っていますが、警告車は来年期間は10年以上エンジン問題があるのを見ると日本車の方がいいかもしれません。でも高すぎる。日本車は高いん。過敏性疲労症候群のエンジン問題が現代キアで爆発して、その後修練したとしても絶対故障しない日本車が存在する限り、メンテナンスはものすごいさ。今回のグレンジャーを見ると日本車にメリットがないとは思えない。まだメリットがある。ただ国内ではちょっと高く売ってて問題。北前くらいの値段で売ったら本当にたくさん売れると思う。北米は安い。価格オプションを考えると現代のジェネシスが強いですね。車を買う前にジェネシスからレクサスの市場を全部してみた結果だけど、日本車にメリットがないという話は、他社を外見だけ見て日本車に乗らずにする上事だと思う。僕が見ても価格オプションだけを見れば現代が宇宙制覇する。安いってこと。ただ現代車が好きで、私も現代車が1台あって乗っているが、品質、乗り心地、運動性能までは日本車より良い感じは全くしない。はい、というね、意見でした。それではですね、チャットの反応いきたいと思います。はい、それではですね、日本車のメリットはないね。補助金もらえないし、警告民に壊されるし、買ったことがないからわからないんですよね。そりゃ燃えないから暖を取れないもんな、わらわら。ないない、お前らみたいな燃えるオプションや匂うオプションないから。ヒュンデには仮想付き缶オケというメリット、わら。ヒュンダイのカスタマーサポートってひどいって言ってなかったか。 BMW と同じ値段なら BMW 買えばいいんじゃないの、適当。お前らんとこは数に入れてないから、わら。ベンツ、BMW の修理部品は高いって他国は言ってるが、警告だけは互いを見たいね、わら。ドイツ車の修理が安いってマジかよ。ドイツは関税フリーで警告に車売ってるのか。相変わらずコストパフォーマンス考えられないらしい。グレンジャーがまだすごいと思ってるやつが未だにいる方はびっくりだわ。警告の故障率は非常に高いってアメリカ人が言ってます。認めるよ W、 お前らの車は全自動仮想霊柩車だからね、わら。はい、ということでね、それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた。